定期連絡、このコーナーでは全国にいる情報部員ことリスナーの皆さんから募集した普通歌をご紹介してまいります。はい、では参りましょう。こちらですね、ザクロさんからいただきました。ありがとうございます。血の味うん、そうだねこんにゃペローナーうんペローナラジオを通学中に聞いているんですが、皆さんのトークが面白くて笑いをこらえるのが必死です。またまた、特に第2回の宮野さんがゲストの回は、お二人の絡みが絶妙でこらえきれず思わず吹き出してしまいました。うんさあねえ、どうしたどうしたいどうしたい、今の今どうしたいの、続けていいのいいの、続けて、また公開録音の、定期連絡で出たこんにゃんペローナーの時の、3人のテンションの違いと、その後の、対応に爆笑しちゃいました。お、あまりにも面白いので次回からは家で聞きたいと思います。お、それでは花粉やら、まあ砂やら砂やらとまあ砂飛んでるけどそうなんだけど、気をつけなきゃダメだけど砂結構いろいろと厄介なものが飛んでいますが、お体に十分気をつけてこれからもお仕事頑張ってください。そうだね、グイグイ来るね。ねえ、いやほらもう早速ですよ、来ましたよ。もう笑いがこらえきれないって、そらそうだ、酔っ払いみたいなそらそうだよねだってこの方は なんだっけ、その通学中だからイヤホンで聞いてるわけでしょ、うん、イヤホンからずっと酔っ払いの声が流れてた。そりゃ笑いこらえられないよ本当にね、耳元でだってこうやってだからお前どうしたの、呼べ宮野君音声だけでいいのにどうして顔まで包むついちゃうんだ。まあね、ついちゃうんです、わかりますけど、まあそれ嬉しいですね、喜んでいただけてるのかな喜んでいただけてますよ、大丈夫ですよ、うん、ねえ、いやもう花粉とかね、宮野君花粉症ですね。うん、俺も花粉症なんだけど絶賛本当にね辛いですよあ、花粉症もあってそのぼんやり感なの。ぼんやり感、まあまあ主に2日酔いいやお酒かいまあ8割ね、8割2日酔い8割酒かい2割が花粉症だから、じゃあもう10割もうボロボロって音そういうことです、本当にね頑張っていかなきゃいけない。8割2日酔いで2割ね花粉症だからね、もう10割もう万全な時はないわけないね。うん、そうだね、まあ、いつもだったらほら、花粉症が2割とか3割とか、まあ、ちょっともう少し増えるけどね。あ、なるほど、そこにもう酒を持ってきちゃったわけだそうそうそう、今回はね、まあ、酒の方が強いよっていう、ね、なるほど、本当にそうだね全くその通りだ。よしよしよし、メール行こう、ね、よしよしよし、頑張ってください。いっぱい送ってくれたみたいなんで、そうですね、はい、では続きまして、こちらですね、リエアットマーク1号艇所属さんからいただきました。ありがとうございます。おー、わお何か、こんにちは。あ、普通にした。ペローナ、カーニバルというか、ゼロ様が大好きで、楽しくラジオを聞かせていただいております。ありがとうございます。第2回は初っ端から宮野さんがうるさくて面白かったです。イエーイ。最近検定だ試験だ筋肉痛だとバタバタしていて、自分でもびっくりするほど忙しくしています。最後ちょっとおかしい、ね、ラジオを聞きながら、勉強したりしているのですが、小中高と勉強することをしてこなかったので成長したなとひしひしと感じてます、皆様は最近成長したなと感じることはありますでしょうか。よければ教えてください。今は大学生とか。今は大学生ですな。大学小中高と勉強してこなかったけど大学には行って、で今は頑張って勉強してると。大学だから受験中なのかな。どうなんだろうね。わかりませんけれどもその辺はね。うん、働いてませんけどこちらもね。頭がねまず。本当にね。ね。本題は、本題は最近成長したなと感じること。成長、成長なんだろうな。それで言うと、うん、まあ僕は今日、うん、酔ってないけど、うん、あのお酒をが、うんうん、あのいける口です、最近あ、前まではダメだったの。ダメじゃなかったけど、うんうん、こう控えてたりとか、おあとビールがダメだったりとかっていうのがよくあったんですけど、うんうんうん、あ、ビール飲めるよ、まずビール美味しいって思っちゃうし、あ、お酒成長だね、酒のつまみいいじゃんみたいな、あ、ちょっと珍味系の、わかるわかる、いいじゃんって思い始めてしまったのは、うん、ちょっと大人かな。そうですな、やっぱね、ビールが美味しいって思えるようになったらなんか自分ちょっと大人になったかもっていう気は確かにあったね、うん、最初は何飲んだんですか今日は。
今日の朝何飲んだんですか。今日の朝、まあ朝じゃないですよ、昨日ですけど、うん、一応ね。何飲んだんですか。まずビールを飲みました。ビールを飲んで、はい。志村さんって意外とひたすらビールじゃないですか。ひたすらビールね。素敵。ビールビールハイボールビール酔うね、酔うねそりゃ酔うわちょっとね、うん、調子に乗りましたな。ちょっと気分良かった。少しテンションが上がりすぎて調子に乗りましたね。あ、まあね、うん、で後輩に少しだけ迷惑をかけるっていう、ね、うわえ、どうなるのいや、あのね、一番酔っ払った時は、一番酔っ払った時は後輩に対してどうなるの。後輩に対してっていうかね、飲みに、ま、もう一軒行こうって言うんだけど、行くのはいいの、うん、ただ行って一杯目でもうダメだってなって出てくっていう、それで帰るっていうね。本当にひどいなって自分でも思うんだけど、もうね、え、そっちの迷惑ってこと。そうなの。誘っといて帰るっていう本当に迷惑な人本当に迷惑な人だなって。ちょっと絡むけど面倒くさいけどお話聞いてあげようかなって後輩が思うとかじゃなく、じゃなく、いないその場にいない、よし帰ろうって帰っちゃうっていうね。そこはだってさ、普通だったら、いやもう払いはいいから、うん、って最後に先輩が言って、今日ありがとうございましたってなるわけだ。いや、これがね、またさらに面倒くさいのがね、差しだったんだよね。差しで帰る、もう分かんない、もう下野さんが分からない。差しで飲みに行った後輩と、もう一軒行こうって言って、行こうって言ったんだけど、店入って帰る、気持ち悪くなっちゃったのね。ああこれもうダメだと、ああ帰ろうとろくに話もせず、これもダメだ帰ろうもうね、今笑って話してるけど本当にひどいと自分でも思う。そうだね。じゃあ分かりました。じゃあ、この場を借りて謝ろう、うん、はい、じゃあラジオの前に聞いててくれるか、その後輩。本当に、うん、名前言わない方がいいよね。うん、言わない、分かんない僕はそれは絶対言わない方がいいと思う、うん、か、あ、関係がないことない。え、出てる、出てるね、出てる出てるね。じゃあしっかり謝ろうよ。そうだね。何役の。ドラマ CD で新しいやつ出てきたの。まあラジオなんですけれども、皆さん、本当に下野紘の謝罪を聞いてください。大阪くんごめんね。ドシンジやないか。めちゃめちゃ怖いやないか。ごめんね大阪くん。でも飲みたかったの。飲みたかったんだけど、ごめんね。まさかの角度。ちょっと僕の可愛い大阪くんに。大阪くんはいいよね。本当。彼は優しいよ。迷惑をかけるんじゃない。ほんとごめん。そういう意味では俺まだまだ成長できてない。そうだね。うん。よし、じゃあこれからは下野さんの成長を一緒に見守っていこうという、いつ下野さん大人になるんだというのをですね、リスナーの皆さんも一緒に見守っていただけたらなと。すごいラジオだなこれ。30オーバーなんですけどね、私ね。20代の後半、あ、後輩捕まえて、あ、今日本当ダメだな本当にダメだ今日。はい、さあということでね、定期連絡では皆様からメールを募集中です。主に下野紘に対するお叱りをね、そうですね、お待ちしております。うん、どしどし、ここを直した方がいい。そうですね、うん、下野紘のここを直した方がいいそうですね、ここだけは嫌だ、ね、そうですね、ぜひとも送っていただけたらなと思います、以上、定期連絡でした。何の連絡だ続いてのコーナーはこちら、ないのお耳は優れもの。ないは様々な音を聞き分けられるということで、絶対音感ならぬ絶対ない感を測る企画で、なるほど、これからあるシチュエーションの音が鳴りますので、その音が何をしているか、ゲストの方と共に当てていきたいと思います。前回ね、遠藤さんが来てくれたんだけど、ほうその時俺一発で当たった。へぇ、その時は耳が優れてたんだね。優れてた。今日は多分ダメだと思う。今日はポンコツだけど。ポンコツだから。うん。はい。もしかしたら、ランジ役の、大阪くんに管を巻く音っていうのが。マジで昨日いたの？ほんと？管を巻く。なんだ、言ってよ
言ってよじゃねえわ。よし行こう。昨日は管も負けなかったんだけどね。管を巻かずに帰ろう。そうだね。本当にごめんごめんって言いながら帰る。本当にさあ、ね、私の話はいいんです。さあ早速ね、最初の音聞いてみましょう。まずはこちらです。ビニールみたいな音する？そうそう、ビニールかな。なんだろう、エイヒレを大作くんに押し付けてる音じゃない？エイヒレを、エイヒレこんな音しない。あ、違う、大作くんに押し付ける音。違う違う、大作くん関係ないと思う。大作くんは絶対関係ない。なんだろう、よし、わかった。あの柿の種を、うん、大阪くんに投げつけ、だから大阪くんいい。大阪くんはもういいですね。投げつけるの、うん、投げつけない。投げつけたらもっとカンカンカンってなるから。まあカンカンもしはペチペチってなるから。カンカンペチペチってなるから。そうか、なるなるなる。あと大阪くんのあっていう声が聞こえた。あ、そうか、うん、入ってないから。そうか、うん、やってない。大阪くんから一回離れようか。あ、そうか、うん、俺別にこの正解知らないけど、会いたい、会いたいよ。確かに会いたい。俺は今まさに会いたい。本当に今この場で言うことじゃないけど、俺は大阪くんに今会いたい。そして謝りたい。謝りたい。なんだろう、わかんない。ガリガリしてるから爪でなんかこすってんだよな。なんか雑誌のページをなんか押し付けてめくる音。なんで押し付けてめくる。押し付けるから離れない。袋閉じを、綺麗に破ろうとする音。エロ中学生か。で、途中でビリッてなっちゃった音。最後なってないじゃん。確かにちょっと慎重さ、そういう慎重さ感じられるよね。わかんないです。正解は何すか？はい、こちらですね、さやかんさんからいただきました。プチプチシートをひねりつぶす音。嘘！いや、違う。嘘。いや、そんな音じゃないよ。そんな、これ違う。だって、操作したな、これスタッフ。だってもっとなんかプチプチって言うじゃん。そうだよ、今のガリガリ、ガリガリじゃん。いや、それプチプチの大きさの問題だわ。違う。いつも俺らがやってるプチプチのやつじゃないわ。違う、違う、全然違うな。あの特殊なプチプチをわざと選んで、わかりにくくしたんだわ。あー、そういうやつだ、そういうやつだ。うわ、ひどいわ。ほら。どれや、もう一回。違うよ、これ。こんな鉄みたいな音しないもん。しないもん。もう次、次、次、うん、次。声が入ってんですよ。ドンって、あ、そう。聞こえるよね、なんかね。ドンって、あ、あれ待って。大阪くんだ、これ。違う。離れて、もう。大阪くんじゃない。大阪くんはもういい。が、一斗缶で殴られる男。殴らない。あと、一斗缶そんな簡単に置かれてないから。ねえよ、コントか。コント？コントじゃない。タライが。タライが違う。剥がれろ。タライが。それ違う違う違う。高木俊の頭に。それ君のイベントのやつ。それ君のやつ。君のやつだよそれ。あ、わさび入りの。違う。それも違う。そばを波川さんが食べない。食べない。あ、そう。下の辺も唐辛子食べない。違う。全然関係ないでしょ。うん。え、なんだ。ドン。もう一回。ドン。新着手が入ってるよね。ドンはベタな。ドアを閉め、ドアにぶつかる音。ドアを体当たりでぶち破る音。自動ドアが開かなかった時の音。自動ドアが開かなくて激突しちゃったよっていう、そういうくだりをやってみようよ。希望？希望なの？あ、答えとかじゃねえんだ。希望。なんだろう。答えは。はい、答えは。難しくなってない？ちょっと。こちら、です。チャオさんから。チャオでいいのかな、これは。チャオさんからいただきました。うん。仲良しでもなく、リボンでもなく。机の角に足の指をぶつける。机の角に足の指をぶつける音？まあ、いや、だってさ、いや、だってそれ、机じゃないもん、絶対。それさ、普通、こう、机の角っていう、机って、
いわゆる、学習デスクみたいなものだけど、そう。ぶつけたのってオフィスにある、あれでしょ、多分。あとさらにさ、ドワンってなってたもんだって。それだとわかんないよ。あと指ぶつけたらさ、もう少し、あだっみたいな感じのさ、あるじゃん。しかもこの人明らかに感じてるもん。そうだよ。何、ド M なの？誰がやったの？ド M なの？あなた？あなたがやったの？あなたド M なの？じゃあド M かどうかだけ言ってくれ。はい。あ、じゃあいいや。うん。なんかちょっと、やだ。いや、この空間に一緒にいたくない。なんか今のやだ。今のやだった。予期せぬ人の性癖を聞くのやだ。なんかちょっとへこんだ。そうだね。ちょっと抗ってもらいたいなっていう思いもあったんだけれどもね。うん、予期せぬところです、人の癖を聞いた。そうですか。もう一問ある。はい。じゃあ、行きましょうか。ね。ド M か。お金だね。うん。小銭を回そうとしてる音。いくらだと思います。はぁ、あ、急に喋り始めやがって、さっきから。ねえ、さっきはね、ずっとね、ジェスチャーで何とかしてたのに。もう急に入ってきやがって。自分の M、どれの発言からはもうずっと喋りやっぱなしですよ、もう、いくらだと思います？だって。何？そこに続々を感じるわけ。え、いくらってこれ全部同じコインでやってます？全部同じじゃないですか。違うだよね、音変わってるもんね。うん、変わってる。どういうこと、いくらだと思いますって。その3枚の値段を当てろってこと？うんじゃねえよ。どういう問題？あ、え、待って、どういう問題？音でしょ、音でしょ。あ、値段も決まん言わなきゃいけないの、小銭じゃなく。111円、155円を、あ、555円を、机に立てようとしてる音。落としてるのでいいんでしょ？なんで立てようとしちゃうの？うまく立たないみたいな。頑張ったんだ。まあ、ある意味。何？全然枚数違うよ。こちらですね、メイタさんからいただきました。うん、315円。うん、を床に落とす音。メイトさんはなんで315円にしたんだろうか。面白い。で、下野さんも悪いと思うよ。うん、うん、そうだね。下野さんも悪いし、俺も悪いけど、うん、飽きちゃうのやめない？そうね。そうね。そうね。お互い悪かったね。うん、完全に、ね。ちょっと今のは。今のは。ダメだった。ダメだったね。うん。まあ、基本今日はダメだっていうことで。うん、あと、うん、この、ないの耳はすげものの、うん、ゲームの方向性が変わりつつある。そう、変わりつつある。なんだろう。もっとスタッフ頑張る系があるかもしれない。値段なんてわかんねえし。うん、まあでもいいよ。楽しかった。うんうん、もう、もっと頑張ってもらいたいですね。リスナーさんのお題は、うん、とっても素晴らしいから、スタッフが頑張んなきゃいかん、これは。そうだよ。スタッフがそれをちゃんと噛み砕いて、ちゃんとその見合った音を出さなあかん。そうだよ。わかった？面白くして。ちゃんと違う、それは。それ、これね、本当に言ってるよ、俺。宮野くん、ド M だからって。ちょ、これ本当に言ってる。ダメだよ。それは甘えちゃダメ。それは、こっち側の仕事。外にね、ちゃんと見えないようにちゃんと努力する。それで、それに見合った音を作る。じゃないと伝わんないもん、特にラジオなんだからさ。そうね、それ分かってる？そうだね。はい、じゃないでしょ。やるかどうかを聞いてんの。やらせていただきます。よし、じゃあ。なあ、どうしたらいいんだ、このラジオよ。このラジオ。いや、決意表明を聞きたかった。一応ね。決意表明。一応ね。どうしたらいいんだよ。みやほくんって、他のラジオじゃ別にこういう感じじゃないよね。こんなに自由だったっけ。このラジオ別に何でもありじゃねえぜ。いやー、びっくりするわ。ねえ。さあ、ということで、いよいよもって、このラジオの方向性がわかりませんけれども、まだコーナーありますんでね。マジかー、大変な、はい、以上、ないのお耳はすぐれものでした。